道路に設けられた塩化カルシウムの貯蔵容器融雪剤とは液体の水分子が氷になることを防止するとともに、すでに固まっている氷を溶かして水にするための化学材料。このような機能を持つ化学材料は、凍結防止剤、防氷剤、通る氷剤、凍結抑制剤などとも呼ばれているが用途に合わせて、いるだけで明確な違いはない。 一般的には塩化ナトリウムや塩化カルシウムなど酸とアルカリの化合物で水に誘拐して電解液になる塩が利用されている。なお、凍結防止剤はもっぱら液体の水が氷にならないよう凍結温度を下げるための化学材料を言うこともあり、エチレングリコールやグリセリンなどがあるが、これらは電解液にならないため開氷には利用できない。 融雪剤の散布によって、塩化カルシウムなどの成分が水に溶けて、凝固点効果が起こり、融点が低下する。これによって、融点が気温を下回れば、雪は水へと変化する。加えて塩化カルシウムが水に溶けるときに発生する、溶解熱も融雪に寄与する。なおこれらによって低下する融点は、数度から十数度程度であるため、極端に低い温度の中では、 効果が得られない無機塩は塩素化合物の塩化物塩で横方向に溶解するため氷は表面から溶けてウェットシャーベットになる。有機塩は水に誘拐するカルボン酸塩で評判に貫入して道路の舗装面などに到達してから横方向に拡散する性質がありドライシャーベットになる。性能等を改善するため無機塩と無機塩または 有機塩と無機塩、あるいは防合理剤とカツトメ剤の混合物を主成分とする融雪剤である。発熱性のある塩化カルシウムとは混合せず、吸熱性のあるもの同士で混合される。尿素塩化ナトリウム塩化ナトリウム塩化マグネシウム、糖塩化カルシウムはカツトメ剤の砂と混合して使用される場合がある。各国で日本工業規格、米国試験材料協会規格。 航空宇宙材料規格などに材料規格や性能規格が定められている。ヨーロッパではさらに厳しい性能規格が適用されている。電離作用の大きい塩素イオンなどを利用した化学材料を使用する場合、鉱材の腐食や土壌の固化など環境への影響を考慮する必要がある。特に鉄筋コンクリートの構造物では融雪材がコンクリートの割れ目から浸透し、 鉄骨や鉄筋をサビにより腐食、劣化させ、強度現象が発生し、構造物の安全性が保てなくなってしまう。また植物に関しては、生、化学的性質が食塩に類似しているため、塩化カルシウム等の塩害により、海岸部のように草木が生えなくなってしまう。このような事態を防ぐために、塩化カルシウム等に代わる代替品に切り替える対策が模索されている。 無機塩に比べると、有機塩は環境に優しいが費用が高くなる。また、有機塩のカルボン酸塩棒合理剤でも、製造方法によって、組成成分には違いがあり、塩素や硫黄をわずかに含んだだけで、金属腐食が大きく現れる場合がある。有機塩と無機塩の塩混合物を利用する場合も、あり、無機塩に有機塩を25%以上混合すると、 金属腐食が75%程度削減されるが、通る氷性能は低くなる。なお、日本では道路に散布されたものが、河川にも流出することから、水質を濁防止法の排水基準を遵守する必要がある。着色による融雪は、雪や氷の表面に黒色の粉末を散布することにより、太陽の熱エネルギーを吸収しやすくすることで融雪する。この方法は、 有雪に太陽光を利用するため、夜間の有雪には適さない。ABCDEFGHIJKLMNOP 防合リ材の特性について、国土交通省北海道開発局2020年1月4日閲覧。ありがとうございます。